教授藤田達夫先生による講演を行います。それではまずですね、先生のプロフィールをご紹介させていただきましょう。1958年愛媛県生まれ、1987年神戸大学大学院博士課程修了、学術博士です。専攻は日本中世史近世史、現在は三重大学教育学部学部長を務めていらっしゃいます。秀吉神話を覆す証言、本能寺の変、天下統一など戦国時代について多くの著書を出されていらっしゃいます。さあ、それでは皆さん、こんなに間近でゆっくりと聞ける機会なかなかないと思いますので、しっかりと聞いていただければと思います。それではお招きしますので、どうぞ皆さん拍手のご準備をよろしくお願いいたします。それではご登場いただきましょう。三重大学教授藤田達夫先生です。どうぞお越しください。本日は日本を変えた桶狭間の戦いと題しご講演いただきます。それでは藤田先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、藤田でございます。バンバン音が出る中でお話をするなんて初めてなんですが、よろしくお願いいたします。講演会ってちょっと、すごい戦国の雰囲気で、桶狭間の戦いですね、非常に有名な戦争でございますが、永禄3年といいますから1560年5月に行われた本当に短時間のですね戦争でございました。でこの辺りですね、一帯でですね大きな、まさしく日本を変わるような戦争があったわけなんですが、研究も結構多いんですけれども、まずはですね何が分かっているのかということからお話ししたいと思います。実はですね、この桶狭間の戦いというのは極めて珍しい戦争なんです。なんでというように思われるかもしれませんが、まずはですね、これは皆さんご存知の通りですが、わずかの軍隊で、信長の軍隊で大軍をですね一挙に、やっつけた。これですね本当に珍しいんです。例えばですね、秦朝後期という頑張れということですね、はい、信長のですね家来が書いた、実際にですね桶狭間の戦いにも参陣したその家来太田牛一というんですが、実際見聞きしたことを書いた信長の一代記を残しております。私たちが小説だとかテレビや映画でですねしょっちゅうですね見たり読んだりする、そういった信長像は全てこの信長後期、本読みで読んで秦朝後期から得られたデータでございます。そういう中でですね書かれていることは2000人対4万5千と、こういう書き方をされているわけです。秦朝後期は今言いましたように最もですね今残る資料古文書の中では信頼性の高いものなんですね。もう一回言います、2000対4万5千というように書かれております。貨幣で少ない兵隊で敵の大将まで討ち取る、これは戦国の戦争の中でも極めて少ない、ほとんどないような戦いでした。もう一つ、すごくですねこの入り組んだ地形丘陵なんですが、秦朝後期によりますと信長は下の低いところから桶狭間山にこう登っていく、お分かりのようにですね高いところに陣取る者の方が圧倒的有利です。ところがこの戦争はですね下から、下もですね少ない兵隊の信長が突っ込んで敵の大将に食い前に取ったという非常に珍しい戦争です。こういったですね戦争は文字通り奇跡的である、戦争いっぱいあった戦国時代の中でも本当に数少ない奇跡のような戦いであったということが言えます。そのようにですね文字通り奇跡的すごいという戦争でありましたからですね、皆さんも非常に興味深いと、小説もいっぱい書かれております、映画にも結構出ているわけなんですが、研究はそれならどうなんだいとなりますと、現状はですねもういろんな説が出ています。百花争鳴状況であると、これが現状でございます。さてですね、私たち
この戦いは前提としましては今川義元が非常に勢力を持っていたと、そして上洛をするんだと、その上洛戦の初めにですね、この尾張の若いですね信長の鼻面を叩いてですね、そして堂々とですね京都に入っていく予定だったんだと、そういったですねイメージが強いと思うんです。ところがですね、最近の研究によりますと大体これは否定的です。当時ですね、そのわざわざ信長であるとかどんどんですねその京都に向かっていろんな大名がいますが、今川義元がそれらを葬りながら上洛をしていくような、そういう必然性はほとんど認められないというのが研究者の一応の結論です。そんなら何なんだということになるんですが、これはですねちょうど信長が尾張を統一するかしないかの時期なんです。でお隣の大名が今川義元です。まさしくですね尾張を統一する寸前にそこを叩く、ちょうど境目です。この辺りがね今川領と織田領の境目、そこでですね侵入してきて信長の勢いを止める、それがですね大きな目的ではなかったのかという、こういう見解がですね今最も強い妥当な線であろうということになっております。そしてですねもう一つ、一般的にはこの戦争というのは先ほど言いましたように奇跡的な勝利を得たのは信長の奇策、例えば迂回戦であったと、要するにですね おびき寄せておいてぐるっと迂回をしてやっつけたんだというような見方が長らくですねある種常識になっていたと思います。ところがですね近年の研究ではそれはちょっと違うんじゃないのかと、それに基づいた資料の信憑性が今一つ良くないよと、これは尾瀬法庵という、当時の作家ですが、新潮記、信長記というですね読み物を書いていたんです。それを元にしたイメージでございました。先ほどご紹介した信長の家来であった近所、非常に近くですねに控えている家来の太田牛一が書き残した新潮後期の方がはるかにですね信憑性が高いということになりまして、そのですね記載に寄ってみたらどうなのか、結論的に言うならばですね正面攻撃です。正面攻撃、正面から戦って見事に勝ったというのが今一つのですね有力な説になっているわけなんです。でこの新潮後期、信長後期でありますが、実はですね桶狭間の戦いの部分というのはそれほど多くはないです。今日ちょっと手違いがありまして皆様のお手元にはですねその新潮後期の桶狭間の部分の私のですね役をですねお配りするつもりだったんですが、意外にですね配られてないんですけど、こんな見開きこの程度なんです。これが和訳ですけれども、そんなに部分的にはですね多くはないんですが、今からですねその面白い部分をご紹介しておきたいと思います。先ほど言いましたようにですね信長後期の中の永禄3年1560年5月11日から桶狭間の戦いについては始まっていくわけなんです。でまずはですね今川義元の軍勢が動いていく、お隣の豊明市の靴掛城に着いた。翌日5月18日はちょうどその向こう側にあたるんでしょうか、大高駅の近くにあります大高城に家康が中心になって兵糧を運び入れると、こっから本格的に戦争が開始されていきます。今川勢はですね19日ちょうど信長の援軍が出しにくい満潮時を選んで織田方の砦を落とす、ついに戦争がですね始まってきます。で大高城というのはですねこの今川市型の城郭にもなっちゃってるんです。大高駅のすぐ近くにございますけれども、信長はですねこの大高城への軍事行動を阻止するという、そういうことで清須から出陣します。清須城なんですけれども
夜も更けてですね、これは大変なことになったということで、信長は家来たちを集めて、まあ言ってみればですね、このどのような陣を陣立てでいくのかというようなことで、軍議、戦表情が始まるということになるんですが、結論から言うとですね、いろいろな雑談をしただけで、もう夜も更けたのでもう帰りなさいということになったようです。家老たちは非常にびっくりしまして、こういうふうなことを書いております。運の末ともなれば知恵の加減もくぐるものよ。失礼ですね、主君殿様に対してですね、家老たちがもうですね、うちの殿様若様はですね、すごい勢いで尾張の統一をしたんだけれども、ついにここまでかと、もう運は尽きちゃったんだと。指し物信長公もですね、大軍の今川勢にはもうダメなんだろうということで、半ば愛想を尽かして清須から下城していくと。ところがですね、信長は夜が明けるや否や、夜明け前でございますが、いきなりですね、まあこれ有名な部分ですよね、起きて熱盛を待って、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりと、まあそういったですね、もうこれで命を捨ててですね、とにかく健康に戦争するんだということで、お城を打って出るわけでございます。このように信長はですね、本当に危ない危機に臨んで、家来たちに僕はこうしたい、あなたならどうするというようなことを一切聞いていない。全くですね、自分の作戦を開示せず、翌朝いきなりですね、城門を開いて出ていくということになりました。ちょうどですね、熱田神宮に入っていく。熱田さんはですね、今では海に接してはいませんが、当時は海に接していたわけです。そこからですね、この場所を目指していく。その時ですね、馬上は5騎、増兵は200ほどである。まだまだ全然ですね、軍隊が集まっていないという状況でございます。ちょうどですね、海が潮が満ちてきたので、本当は最短コースで行こうと思ったんですね、熱田さんまで来たということは。ところがうまくいかなくって、内陸の道を走ることになります。そして全力で進んで丹下砦に入りました。鳴海ですよね。さらにですね、丹下全勝寺、ちょうどですね、こっちの方に当たりますか、少し高い丘陵部です。丘陵部のにですね、設けていた砦群をどんどんとですね、そこを伝えながら進んでくるということになります。丹下砦は今も公園になってるんですね。ちょうどこの辺りの丘陵がずっと見渡すことができます。ただ桶狭間全体を見ることができても、その辺り一体4万5千と言われているですね、大軍勢が動いているということは明らかに目視できたと思いますが、一体全体どこにですね、敵の大将の今川義元の本陣があるかというのは見えなかったと思います。そしてですね、今も公園がありますが、その下は老けだというんですが、まあ要するにですね、じるじるしたぬかるんだ水田が一体に広がっていたわけなんです。信長はそこからですね、一挙に戦闘に出ようとするわけでございます。ところがですね、軍勢が少ない、それを見破られる可能性があるのではないかということで、家来たちは止めます。そうですよね、老け田がいっぱいある中で、まっすぐ一本道みたいなものしかないんですね。そこを軍隊が、少ない軍隊が降りていくと、一列に進んでいかなければいけない。そうなると少ない兵隊であるということが見透かされて、非常にそれだけでピンチに陥るのではないのかということで、一生懸命止めるんですが、
結局信長はですね奥飛騨山を目指して突き進んでいくことになります。最短コースを取ることになります。ところがですね不思議なことに先ほど言いました実際ですね先週もまたここの今日この会場に来る前にもですね桶狭間の戦いの、まあ、古戦場と思われるあたりをうろうろしました。実際にですね谷が入り組んでおります。狭間というのは丘陵部の中のですね谷の部分です。丘陵部この辺り続いてますよね。その谷の部分です。ですのでいくつかの狭間がある。そしてその狭間の後方にはですね、まあ、丘陵山があるわけですね。桶狭間山というのは要するにこの辺り一帯を指したそういう地名だと思います。桶狭間山で今川義元が本陣を敷いていた。ところがですね今考えられるですねその軍勢を敷いたあたりは先ほども言いましたようにわからないんです。確かにたくさんの軍勢がいるんだなということは分かってもですね今川義元の本陣がここにあると確信ができたかどうかということです。もう先ほど申しましたようにですね信長は軍議もせずそして最短コースでもって桶狭間のある一点目指してですね駆け込んでいったことになります。一つですね間違えてしまえば間違った谷間に入っていけばもう少ない兵隊ですからあっという間にですね全滅になってしまうということがあります。ところが何度も申しますが信長は確信しています。少ない軍隊で敵を倒すしかも敵将のいるところをここだということを確実に見抜いて戦い勝利していくことになります。信長にとっては大変な幸運がいくつか重なりました。一つは下に降りて武田水田地帯をですね進んでいくんですがいきなりですね豪雨が降ってくる。ゴーッと降ってですね雷までこうその中でですね一挙にですねこの攻めていくわけですが見えていない。つまり信長方からも見えないし今川義元のですね本陣からもおそらく信長の軍隊がまさか来ているということは見えなかったと思います。そういう中の雨でした。これは相当信長にとってはですね幸運ラッキーでありました。新潮後期の記載はですね一番私たちが知りたいところがないんですね。実は不思議なことにこのように書かれてあります。雨が晴れたのをご覧になって今豪雨が降ってきたというふうにお話しましたね。信長は槍を天に突き出し大声でこのようなことを言っております。大音声で言っています。巣はかかれかかれと下注をします。全軍は義元の本陣を目分け黒い玉となって駆け出した。この様を目にした今川勢はひとたまりもなく崩れ去った。弓槍鉄砲を上り差し物を打ち捨て山を乱すことのとはこのことか。義元の塗り腰まで置き去られた。すごい戦争です。しかしながら太田牛一がですね実際に見たであろうと思われるですね部分の表現でありますが実にあっけないなんです。実にあっけない勝敗です。要するにですねこの牛一もなんで勝てたのかというのがですね理由についてはほとんど分からなかったんじゃないかと思います。信長についてですね大雨の中突っ込んでいった。そしてここだということで突っ込んで戦ったらそこがそのまま義元の本陣に当たったと新潮後期を読む限りではそのように読みます。続けます。義元の旗本はあれだあれにかかれと信長の下旨があった。午後2時ごろ東に向かって攻めかかられた。はじめは義元は周囲を300騎ばかりに囲まれて後退していった。午前2時ちょうどですねご飯を食べて気を良くしていた頃です。大高城にもですね兵糧を入れることができるようになって次は大高城をですねお城の拠点におそらく
清須を攻めようと思ってたわけですね。あうまくいってる、よかったなと。でお腹も太ってですね、よかったなと。ところがどっこいですね、そこにいきなり信長の軍勢が飛び込んできたということになります。吉本のですね旗本は300機ばかりいたそうです。周りですよ、側近が300機ばかりいたんですが、一挙に交代を開始しました。そこの織田勢に対して須藤にわたって反撃するうちに無人になり、最後は300機から50機ほどまでに減ってしまった。信長も馬を降り、若武者らと先を争い、槍を振るって敵を突き伏せた。頭に血の上った若者たちも乱れかかってしのぎを削り、唾をこだえて激戦を展開した。しかし敵味方の武将は刺し物などの色が識別ができた。歴戦のまま回り、小将衆にも手負いや死人が相次いだ。そのうちに服部小平太が今川義元に肉薄した。義元は背刀を抜いて、太刀を抜いて服部の膝を払い、これをしのいだが、毛利新助の槍に突き伏せられて義元の首を取った。実にあっけないんですね、実にあっけない。今川軍の恩が尽きた証拠であろうか。桶狭間というところは谷が入り組み、現在もそうですね、谷底には深田、さっきから何度も言っておりますが深田と書きます、深田が作られている。全くの難所であり、逃げ惑う今川勢は谷踏み込んでは足を取られ、若武者が追いつくにと今川勢の首を2つ3つずつ上げ、信長のもとには首を得た者たちが続々と実験に訪れた。信長は実験は首実験ですが、清須城で行うと申し渡し、義元の首のみをご覧になられ、元に来た道をたどって帰陣されたというところで結ばれているわけでございます。これがですね、今最も資料的には正確とされている新朝後期の内容の現代訳でございます。日本を変えた戦争であるという評価でありますが、実はですね、この迂回戦というのはおそらくは違ってただろう。ただですね、今紹介したのは新朝後期に基づく桶狭間の戦い像です。つまり正面攻撃説。ただですね、これは確かに信長の側近がですね、実際に出陣した人が書いているから正しいのかもしれないけれども、絶対に正しいのかどうかということについては若干議論があるというのが現状です。また戦場につきましてもですね、この辺り一体だということは明らかになっているんですが、いくつかですね、ここではすごい戦争を行われたということは言えると思うんですけれども、4万5000プラス2000ですね、2000、つまり4万7000というふうに書いておりますが、5万ぐらい、あるいはそれ以上のですね、増兵も含めればおそらくすごい軍勢がこの一帯にですね、もうそれこそもう動きまくっているという状況を考えればですね、この名古屋から豊明市にかけての一帯がですね、歴史を変えた大きな戦場であったであろうということがわかるわけです。さてですね、何が言えるのか。確かに今言いましたように奇跡的な戦争ではありましたが、もう皆さんお分かりのようにわからないことだらけなんです。ただ何を評価するのかということを3つほどお話しさせていただきたいと思います。まずですね、細かな部分についてはまだまだ分かりにくい。新しい資料が見つかることを待たなければ、おそらくこれ以上深めるのは難しいのかもしれない。ただより重要なのはですね、この戦争によって信長もそうですが、徳川家康です。徳川家康はご存知のようにですね、今川方織田方の間で非常に苦しんでいた。ところがこの桶狭間の戦いによって、当時ですね従属をしていた今川義元から独立することが可能になった。岡崎城を得てようやくですね、大名としての自立する、そういう方向が出てきたわけでございます。永禄3年5月、今申し上げた桶狭間の戦いでありますが、
A64 年 翌年2月頃に織田徳川の和睦がなり、A65 年には清洲城でいわゆる清洲同盟が成立することになります。水野氏の仲介によって以後ですね、20年間にわたり織田徳川間でのですね、非常に熱い軍事同盟が結ばれたわけです。皆さんご存知のように戦国大名間ではよく軍事同盟が結ばれますが、よくそれは破棄されることが多い。ところがご存知のようにこの軍事同盟は信長が亡くなる本陣の寺の変まで天正10年までですね、ずっと守り続けられた。お分かりですね。信長がそれまでですね、東を向いて戦いを強いられていたのが、家康という名誉を得ることによって以後西に向けてずっと、つまり京都、それから西国を向けての統一戦に励むことができた。この戦いがなければ、そしてこの戦いによって家康が自立をしなければ日本に統一ということは起こったのかどうかと、それは非常に大きなですね、戦争であったということが明らかになると思います。もう一度言いますが、上洛戦のための重要な条件がこれによって整い保障されたということであります。それよりも何よりもですね、先ほど少しお話ししましたが、なぜ今川義元がわざわざ踏み込んできたのかというと、信長という若い強力な戦国大名が大きくなる前に叩いておこうということで、両勢力間のちょうど境目地域ですね、ここに乗り込んできたわけですが、この歴史的な戦争に勝利することによって信長は尾張支配を安定化することができた。足元を固めることができた。その意味でですね、愛知県の歴史にとっては活気になる戦争だと思います。長らくですね、織田家も内部分裂をしていた。薄毛者と言われた信長でありましたけれども、なんとか尾張を統一し、彼にとってはですね、本当に滅びるかもしれないような大変な試練をですね、今川義元が攻め込んでくるという試練を乗り切ることによって、自分の本国である尾張一国の支配を確実にし、さらにですね、美濃そして伊勢へという彼のですね、本領3カ国、尾張美濃伊勢というですね、彼の本領の支配を安定化する条件を確立したと、そういう意味でこの桶狭間の戦いというのは非常に大きい戦であったと思います。ついでながらですね、近年刊行しました、私も編集員でしてありますが、愛知県史の織田豊臣編、これ全国であるのはこの愛知県だけです。その始まりがこの A6 3年の桶狭間の戦いから織田豊臣編が始まる。非常に大きい年である。この尾張、愛知県にとっても大きい。そして日本の江戸時代近世をの扉を開いた大きな戦争として、この桶狭間の戦いというものを位置づけていかなければいけないというように結論付けて終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。藤田先生ありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。